初日に150クレ蹴ったんだ。2日間にわたってですね、100クレ開けてきたわけですけれども、今回からはまあ通常通り運行していきます。まあこれは最後の150クレ蹴ったうちの最後の50クレね。でまあ良さカード等はですね、まあもちろんプレゼントしていければいいなと思ってるんで、ぜひぜひご視聴ください。そしてこの通常の開封動画に日々のプレゼントの当選発表がありますから、毎日お見逃しなく。6、7、8、9、10、そうですね、お見逃しなくお願いします。でもう永遠にその当たった方からのね連絡待ちになることが多いんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 そう、当たった方からの連絡待ちになることが多いんですが、もうそれはね永遠に私も待てるわけじゃないので、ある程度のね期限を設けさせていただこうと思います。概要欄からね詳細見てください。ということで今回10クレ開けますの前に、なんか届き物があるんですよ。何かというと、まあこれですね。まあモザイク、完全にモザイクかけてますけど今。これね、あの動画で、プロクラブの、私のプロクラブの動画見たことある方います？ある人いるかな？それで、ヒロパヤさんっていう方がいらっしゃる。手紙入ってるわ。ヒロパヤさんっていう方がいらっしゃるんですよ。で、今の僕プロクラブ、なんだ？あ？今のこの FIFA のプロクラブのチームメイトでもあるんですが、ヒロパヤさんがね手紙送ったよって言ってきたんですよ。言ってくれたんですよ。で何かなと、あの人ね WCCF 一切やらないんで、なん、あ、分かった。ちょっと使ってやってください。真似されたわ。これパヤさんのねニャーンのマークですけど、パヤさんからこれ送られてきたな、何かが。なんで、もう分かりました。多分ね、まあアーセナルサポなんですよ。グーナーの方なんですけど、多分グーナーの方ですから、アーセナルのその雑誌かなんかを買った時についてきた付録カードがここに入っている。エルナンディーノね。もう一枚入ってんの。おー、メルテザッカーと、はい、フェルナンディーノいただきました。付録、僕これ買ってないんで、雑誌ありがたく使わせていただきますっていう、まあそういう冒頭です。まさか真似されると思わなかったわ。あの使ってやってください。ということで今回からはまあ1レアずつね開けていこうと思います。あと丸山、何を隠そう、私は丸山が欲しい。とにかく丸山とバーディー、フロレンツィ、あい、何枚目やね。何枚目やねん。まあ強そうだから使ってみたいとは思う。丸山お願いします。こうなると私の目的は丸山。もう中島翔也を思い出すわ。本当にあの時も中島翔也が全然出なくてですね。お、マナブン、マナブン、チョコンしてない、チョコンってしてない、こっちはちょっとしてる。まあちょっとこの何、サカツクのノリを今持ち込みましたけど、サカツクの動画全く見てない人は急にどうしたな猫に会って多分思ってると思いますけど、まあ、マナブーンですね。はい、言えたわ、こっちの動画でも。よいしょ、エンクンク、エンクンクですね。エンクンクじゃなくてさ、あのもう一個の中盤の方だよ、追加のあの レスターの白の、いやでもしかし丸山遠そうだな。丸山、これはもう3回目じゃね、このブレイクスルー。3回出てるよ、3回も動画に。強いのかな、強そうだけど数値は。ルカビナ、うわー、なー、まあ、レアもね、まあ、フロレンティでしたし、丸山も出ずか。ジェームス、あれ、これだ、これ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 、
強そうじゃないですかこれ。数値見て、14、13、14、14、14、15。疾風のプレス絶対強いわ。これ使いたい。これを私押してます。ということで、パヤさんから、パヤさんからもらったこの2枚、そしてフロレンチ、そしてこれ絶対強そうっていう動画でした。さよなら。